はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。当店でね、私のその経営情報グループ思考とともしびがですね、ついに10周年を迎えようかというところでございましてですね、まあそれの記念の18期募集みたいなことをやってみようということで、今一生懸命準備してるんですけどね、まあ、記事がいたらあっという間にちょっと埋まりそうな気もするので、一応そのまあ YouTube の皆さんにも念のため、告知をしたいなと思っているところなんですけども、もしご関心のある方はその下の URL のところまで来ていただければ、なんとなくそのまあスタッフが出てきて対応してくださるのではないかというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、さすがに10周年って言われるとですね、あんまピンとこなくてですね、10年前ちょうどね、こう、本当12月ぐらいにも、そういうね、こう、オンラインサロンをやると、皆さん非常にね、こう、お客様とのその接点もできていいですよ、みたいなこと言われて、初めて見てですね、なんて言うんだろう、その、こんなに長く続くもんなんだっけっていうのとですね、あとその、割との熱量低いですよ。それは、もちろんね、私自身がそのね、こう、まあ、こういう穏やかな人柄でね、こう、非常にこう、丸い人間関係を築くのが得意だからっていうのはあると思うんですけども、まあまあ人がそのね、こう、わーっと来てわーっとやめるような感じのね、まあそれこそその、堀江貴文さんとか、西野明弘さんとか、あの辺がやられるような、たくさん来てたくさんやめるというような感じよりは、まあしっとり来て長くいていただくみたいな感じの、そのサロンになっているのかなというふうに思っています。まあサロンっていうかまあ、なんていうかな、その月一の、まあ勉強会をやってですね、まあそこでこう、まあ皆さんお越しになられて、その後懇親会に行って、そのまあ、そのね、その会員の方々同士の交流があってみたいとか、相談事があってみたいとかっていうような形で、時間を過ごすっていうのはまあ大体なんですけど、ただその実はそのね、今70人ぐらい会員さんのまあ半分以上は地方なんですよね。地方お住まいの方で、まあ非常にこう、まあ東京にも関心があって、もしくは東京の昔働いていられた方が、その I ターン、U ターン、J ターンかなんかで、地方に行かれて、まあ市議をやられたりとか、まあ地方議会でこう活躍されたりとかっていうような方が、まあね、東京は今何事が起きておるぞっていうことを知りたいがためにですね、まあたまに上京するときに一緒に飲んだりとかね、まあするような感じで、まあお話をさせていただくこともあったりとか、あと最近だと地方のその、まあ、名店といいますか、その、まあ、製造業の方とか、もしくはその、まあ、事業で活躍されている方が、まあ、そのね、こう、東京で何かやるときに、その、水先案内する必要が出たとか、なんとかっていうときには、その、まあ、ご連絡いただいて、それだったらここら辺のお役所に行かれてよろしいのではないでしょうかとかですね、まあ、この方角はきっちりだとか、そういう話を、まあ、させていただくというのが、まあ、使い方なのかなというふうに思ってますね。まあ、そういった意味で言うと、ちょっと、まあ、私も今51歳なんですけど、まあ、良くも悪くもその、何て言うのかな、その、いろんな経験させていただく中で、その、他のね、いろんな、その、これから活躍されるぞ、まあ、ベンチャー企業やられたいぞとか、もしくはその、弁護士界隈でね、こう、頑張っていくぞ、もしくは政策やりたいぞ、みたいな人たちがですね、まあ、いろんなその、立ち往生されることってあると思うんですよね。で、それって、まあ、それこそ人間誰しもがですね、先のことなんかわからんわけですよ。真っ暗なわけですよね。その真っ暗なところで、その、まあ、今まである経験を持ってるとか、こういう知識を持ってるってなると、それがちょっとした明かりになって、あなた方がその、迎え行って出ていきたい出口にですね、まあ、近づける、その、まあ、足がかりになるんじゃないですかと。いうようなことを、まあ、まあ、気として、まあ、始めてみたらですね、割とそういう使われ方よりもですね、むしろその、まあ、悩みがあったら相談するような人たちの、その仲間を作るっていうのは、ある程度の歳だとできなくなってくるんで、そういう人たちが、その似たような、その、まあ、ポジションの人たちも含めてですね、定着をして、その、長くご交流いただいていると。で、まあ、一度入られて辞めた方もですね、なぜかそこの輪に入ってですよ、まあ、金払いと思うんですけども、でも、まあ、それはそれでね、そういう、その、ご縁もあった人たちなので、まあ、全然ね、こう、来ていただいても全然構わないよ、みたいな形で、まあ、交流させていただいているというのがまあ現実ですかね。まあ、この前も東海に、まあ、以前お越しになられた方が宴会をやるというので呼ばれていってですね、で、まあ、お話を伺っているとその、ね、まあ、新しい お客さんが、ね、こうまあ、彼の周りにいてですね、まあ、この人たちどうしたらいいですかと、たまにやんちゃするんですよって言われて、その名前聞いただけで、あ、こいつさみたいなのちょっとあったりしましたね。まあ、それだけで私の会にお金を払った意味があったのかなという気もしなくもないですね。あとはその、まあ、当局対応ですよね。で、まあ、皆さんお困りの時にですね、どこどこのその、まあ、まあ、その人たちがこういう老いたをするのでですね、どうにかならないかみたいなご相談された時には、ここに相談するとこういういいことがあるんじゃないですかと。で、まあ、それこそね、その変にこうね、お金を包んでいろんなところにこうやったりとか、もしくはその裁判をやったりとかしてもですね、まあ、なかなか解決に至らないのが大人の社会でもありますのでですね、そういうそのこう抜き差しならないときに、こういう話があるんだけどどうやねんっていうと、大体打率2割5分か3割ぐらいの間で、大体こういう、ね、話を
をさせていただくと、こういうことでその着地するんじゃないですかみたいなことをアドバイスさせていただくのが、まあ私のこう流儀かなというふうに思ってますね。まあ、そういった点で言うと、そのもちろんですね、普通にお勤めの方もいらっしゃいますし、もしくはそのね、私の読み物が好きで、まあ、ファンとしてお越しになられている方も、まあ若干数いらっしゃるんですけども、まあ基本的にはそのみんなね、こう、いろんなこう、ものを背負ったりとか、あとこういうことをやりたくて、その、まあ、界隈の門を叩いてみたけど、なかなかうまくいかなくてみたいなところで、まあご相談をいただくというケースが、まあ、さすがに多いのかなというふうに思ってますんでですね、もし、私どもの方でのこう、こういう活動にね、少しでもご関心のある方がいらっしゃいましたら、まあ、ちょっと期間でも構わないとですね、まずその飛び込んでみていただけると、いつの間にかこう5年、6年とですね、なんて言うんでしょう、その会員をね、こう続けてくださるのが、まあ大体こうね、6割ぐらいというような感じですかね。なんて言うんですかね、本当、あんまりお辞めにならないんで、こういう募集もですね、大体今年1なんですよね。まあ去年の今頃募集させていただいて、その時も10人募集して11人お越しないだろうな、そのぐらいお越しいただいて、で結局ほとんど辞めないままその次の募集やらないとね、いくらなんでもさすがにまずいでしょうみたいなと言われてですね、まあ、今回そのね、せっかく10周年なのでですね、まあ募集をさせていただくということになったということで、ぜひご承知をお聞きいただければと思います。ただ、10周年だから何かあるかというと特にないです。はい。なんかやった方がいいですかね。あんまりなんかね、10周年だからすごいなんかあるぞとかね。で、さすがに会員さんあまり辞めないと言いつつもですね、10年ずっといられた方っていらっしゃらないですよ。いるんだっけな、確かいらっしゃらないと思うんですよね。まあ、なんだかんだでその、新人退社ゆっくりやるとはいいですね。一応その、入ったり出たりしてるっていうことも踏まえてですね、10年間ベタっといらっしゃった方はいらっしゃらないということですかね。まあ、よくも悪くもそういうような形でですね、まあ、非常にこう、何かこう、付き合いをさせていただいている人たちの集まりということで、四国と灯火のご紹介をさせていただいて、まあ、わずかでもご興味がおありであればですね、なんだよ、ご興味があればですね、まあ、もう叩いていただければ、私がね、こう、緩やかな感じでその対応させていただくということでいかがですかね。で、あと地方の方で、東京になかなかお越しになれないよって方はですね、DVD とか、あとその YouTube だったっけな、なんかその辺でこう、まあ動画配信やってます。で、リアルタイムでもその、まあ見ていただけるような環境はなぜか作ってあってですね、まあそれでこう、ご納得いただいている方がまあ半数以上ということだと思うんですね。それいいのかと思いながらも、まあ実際そういうふうになっていて、まあ実際そのね、地方の方ほとんどお辞めにならないのでですね、あ、こういうもんなんだろうなと思いながら、こう、私もやらせていただいているのが現状ですかね。まあ、本当、ちょくちょくご相談いただいたりとか、事業所の相談とか、まあ、トラブルのね、こう、まあ、対応についてお話があったりとかあるのでですね、まあ、その辺は、まあ、皆さん、良いように使っていただけているのかなというふうに思いますね。はい。何の話だっけ？まあ、そんなことでですね、ぜひよろしくお願いします。はい。なんていうか、ちょっと、喋っててだんだん恥ずかしくなってきましたね。顔赤くなってきました。ちょっとなんか、あんま自分のね、PR をするっていう、経験がないので、こうね、こう最後猫ちゃんでもこう見ていただいて、最後終わりでほしいな、ちょっと飲んでしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。